データの入稿方法。データを入稿するを押してください。データのアップロード方法は PDF などのお手持ちのデータか、ラクスルのサイト内で作成するオンラインデザインで作成をしたかによって異なります。お手持ちのデータの場合はファイルから選択を押して、入稿するデータを選択後に開くを押すとデータがアップロードされます。両面印刷の場合は裏面のデータを同じようにアップロードしてください。オンラインデザインでデータを作成した場合はマイデザインから選択を押してください。入稿するデザインを選び、選択するを押すとデータがアップロードされます。両面印刷の場合は裏面のデータを同じようにアップロードしてください。データのアップロードが完了したらデータチェックを行うを押してください。数秒から数分程度かかりますので、ブラウザを閉じずに完了までお待ちください。データチェックが完了するとデータチェック結果が表示されます。注意事項や自動修正がある場合は内容をご確認ください。次に確認用 PDF をダウンロードしてください。注意事項、自動修正内容を踏まえて確認用 PDF をご確認ください。確認用 PDF の確認が完了したら、再度スピードチェック入稿結果のページをご覧ください。このまま印刷をして問題がない場合は最終確認へ進むを押してください。最終確認の画面が表示されます。イメージにカーソルを合わせて、表裏のデザインの向き、天地の方向が正しいかをご確認ください。データに問題がないことを確認したら、データを入稿するを押してください。こちらでデータの入稿は完了です。